ようこそお越しくださいました。お二方ともご無沙汰しております。変わらずお元気そうで何よりです。アデリンメイド長、こんにちは。何かディルック様にご用でしょうか。そうだ、アデリンがここにいるなら直接アデリンに頼んでみようぜ。アデリン、実はオイラたちワイナリーの特別価格ブドウジュースをいつも買えないんだ。だから今回は早めに来て予約しようと思って。手付金を少し多く払ってもいいから1本予約してくれないか。ええ、問題ありません。それに手付金を払う必要もありませんよ。ただしばらくお待ちいただくことになるかと思います。暁ワイナリーの特別価格ブドウジュースは準備に結構な時間がかかりますので、このブドウジュースを作るため毎年夏にディルック様が自ら上質なブドウを2たる選んでいるんです。でもなんで質のいいものを安く売るんだ。上質なブドウって聞いただけで高そうな気がするけど。旦那様はそのことについて詳しくお話しされたことはありません。ですので私も旦那様のお考えを推測することしかできませんが、特別価格はあくまで一つの手段なんだと思います。特別価格と書かれた品はお客様をより多く引き寄せることができますから、もしかすると旦那様はこれによりジュースを流行らせ人々に新しい選択肢を与えたいのかもしれませんね。そうすればアルコール依存症の人たちは理想的な代替品を見つけることができます。酔っ払って騒ぎを起こす人もいなくなりますし、お酒を飲めない人たちにとっては新たな楽しみになります。旦那様はそのような些細な収益を気にするような方ではありません。ひたすら売り上げを上げることよりも、おそらく人々が節度を持ってお酒を飲んでくれることを願っているんだと思います。美酒と生活を楽しむと同時に理性を保ち、他の人に迷惑をかけない、素晴らしいことでしょ。ディルックの旦那はそこまで考えてるんだな。それで今ディルックの旦那は今年のブドウを選んでるのか。いえ、まだ選んでいません。旦那様は目の前の面倒ごとを片付けてからその選定作業に移るとのことです。もしご興味を持ってくださるようでしたら、旦那様からのお声掛けがあるかもしれませんね。お二方、はい、お二方もご存知かと思いますが、旦那様はよくあらぬ噂を耳にしてはその不徳で無礼な輩を接待しています。今回もそれと同じです。本日旦那様が向かわれたのは高飛びの浜。お二方はお気になさらず、ワイナリーでしばしお休みになってください。ただ私はここであるお客様たちを待っていますので、代わりにヘイリーとモコがお二方をおもてなしします。不徳で無礼？なんだかアデリンの言ってることがよくわからないんだけど。ディルックの旦那が外を駆け回ってるのにここでぼーっとしてるだけなんて、なんだか気が引けるぞ。オイラたちも高飛びの浜に行ってみようぜ。ディルックの旦那が抱えてる面倒ごとを片付けるのを手伝おう。ディルックの旦那は十分強いけど、助っ人は多ければ多いほどいいはずだろ。ええ、お二方が協力してくださるのでしたらこちらとしても安心です。何しろお二方は旦那様に信頼されています。実力は折り紙付きですから。お力をお貸しいただき本当にありがとうございます。気にすんな。ディルックの旦那が早く用事を済ませてくれたら、オイラたちも美味しいブドウジュースを買えるようになるしな。じゃあ出発しようぜ。高飛びの浜に行こう。あそこに拠点があるみたいだぞ。ディルックの旦那が外に作った拠点かな。でもなんだか様子がおかしい。まさか敵があまりに手強くて持久戦になってるとか。
旦那のテントじゃなさそうだな。どっかの冒険者の拠点か？あ、そこに紙とノートがあるぞ。読んでみようぜ。するとディルックの旦那の知り合いみたいだな。とりあえずこいつのことは旦那の友達って呼ぼう。こいつはここで何か大変なことに気づいたみたいだ。でディルックの旦那に伝言を残した後ここから離れた。でもこいつもそそっかしいやつだな。この紙切れがもし他の誰かに見られたらどうするんだよ。それにノートもここに置きっぱなしだし。あ、そういえば浜辺にあった妙な血脈の汚れって、けど周りには魔物もいなかったしおかしなところもなかったぞ。旦那の友達のノートを読んでみるか。もし読まなくてもいいなら直接あそこに行って近くで見てみようぜ。違うみたいだけど、なんだか勢いがあってやる気に満ち溢れてる。まさかこれが正義の味方が力を全解放した姿なのか。確かによく見ると今のディルックの旦那より若いな。でも過去に何があったんだろう。なんでディルックの旦那はここで戦ってたんだ。後で本人に聞いてみよう。で、オイラたちはどうする？じゃあ、過去のディルックの旦那の戦いっぷりを見てみようぜ。やあ、うまさだ、キュッ。それってつまりディルックの旦那がもう仕事を終わらせたってことか。オイラたちがあの異常な血脈の汚れにもう一度触れたらまた魔物が出てくるのかな。昔のディルックの旦那も前に他の血脈の汚れでやったように現れた魔物を全部倒せばこの異常現象も消えるみたいだけど。いや、ただちょっと心配なんだ。だってもし好奇心旺盛な通行人が調べでもしたら魔物が「やあ!」って飛び出してきて「タッ!」って叫びながら棒切れで殴るかもしれないだろう。そうなったら大変だ。この方が臨場感があるだろう。とにかくオイラたちはディルックの旦那に協力するため来たんだし。最後まで手伝おうぜ。ここをもう少し調べて危険がないことを確認してから帰ろう。
ひひひ、そんなことないぞ。おいしいブドウジュースのためだ。よし、お前ももっと頑張ってくれよ。ブドウジュースが手に入ったら一口多くやるから。お二方ともやっとお戻りになられたのですね。まさかこんなに時間がかかることだとは思いませんでした。本当にお疲れ様です。いやいや、オイラたちがディルックの旦那に協力するって言ったんだから気にすんなって。そういえばディルックの旦那は帰ってきたのか。オイラたち高飛びの浜に行ったけど見かけなかったぞ。申し訳ありません。旦那様のスケジュールについて私も正確に把握していないのです。ただ旦那様は最近エンジェルズシェアに現れたと聞きました。これはもういつものことですが、旦那様は面倒ごと片付けた後その後処理まできちんとされます。ですのでもうじき帰ってくる頃かと。お二方も焦らずワイナリーでしばしお休みください。結局ディルックの旦那とはすれ違いになっちゃったみたいだな。じゃあワイナリーで待ってようぜ。そういえばアデリンって普段はワイナリーで忙しそうにしてるけど、なんで今日はずっとドアの前に立ってるんだ。もしかしてディルックの旦那が帰ってくるのを待ってるとか。そんな風にずっと立ちっぱなしなんて大変だろう。お気遣いありがとうございます。ただ私には頼まれた仕事があるんです。ここで特別なお客様を迎えるようにと旦那様より仰せつかっておりまして、もし一部の特別なお客様がいらっしゃった場合、忠告してお引き取りいただくんです。今は状況が特殊なので別の問題が起こらないようにそのお客様たちをワイナリーから遠ざけてほしいと旦那様はおっしゃっていました。アデリンの言ってることがよくわからないんだけど。でもその口ぶりからするとすごく大事な仕事みたいだな。お二方のご理解とご協力に感謝いたします。ですが旦那様のために随分と駆け回ってくれたのです。ここは私にお任せください。ただもしよろしければこの手紙を屋敷の中に持って行ってはくれませんか。ドアの右側に机がありますのでそこに置いてほしいのです。その机には手紙が整理して置いてあります。これをその一番外側に置いてください。これってディルックの旦那宛の手紙か。はい、これは旦那様の情報提供者からの手紙です。そのため処理と保管は旦那様の腹心にしか任せられません。だったらディルックの旦那に信頼されてるオイラたちにぴったしだな。ええ、お二方は旦那様の大切なご友人ですから。ではこの手紙をお願いいたします。机の上に手紙がたくさんあるぞ。どうやらディルックの旦那は出かける前にこれら手紙を読んでたみたいだな。この感じからするとかなり急いでたみたいだ。アデリンに手紙の整理を頼まれたけど肝心の順番がわからないな。手紙を読んで届いた日を推測するしかなさそうだ。確かにそうだな。だったら手紙をきれいに並べるだけでいっか。来ていたのか。行動が早いな。うわあ、急に現れるなよ。どうしてそんなに慌てているんだ。さっきアデリンにこの手紙を置いてきてくれって頼まれたんだけど、正しい順番が全然わからなくて。それにこれってディルックの旦那の私物だろ。勝手に読むのは気が引けたから。そう萎縮する必要はない。それに君たちのその表情、かなり興味を持っているようだが、手紙に書いてあるのはどれも昔のことだ。情報を残すためにこれらは保管していたんだ。ここ最近は
いささか特殊な状況にある。改めて詳細を確認するためこれら手紙を読み返していたんだ。この件には君たちも関わっている。もし情報が知りたいのなら読んでくれて構わない。好奇心を抱くのは何も悪いことじゃないからね。うん。むむ、そういえばリルックの旦那から山の果物の香りがするぞ。あ、バルベリーのある山に行ってたんじゃないか。なかなか鋭い。確かに暴風山地に行っていた。詳しいことは後で話そう。ああ、オイラたちまだ大事なことを言ってないぞ。それにディルックの旦那に聞きたいことがたくさんあるのに。とりあえず手紙の整理を先にやっちゃおう。それと本人も手紙を読んでいいって言ってたし、少し読んでみようぜ。何のことを指してるのかさっぱりわからないぞ。他の手紙も読んでみようぜ。もう整理できそうな気はするけど。わかった、届いた日をしっかり見極めよう。
それじゃあ手紙を順番通りに並べよう。なんだか少し分かった気がする。ディルックの旦那ってかなり苦労してきたみたいだな。かつての騎士団からは誤解されて、いろいろな制限まで受けて、正義の味方も大変なんだな。いつも一人で戦って、周りの人たちは現実のいざこざのせいで助けられなかった。おう、そうだな。それに今はオイラたちがいる。全力でディルックの旦那を助けてやろうぜ。そう、これは友情のためだ。決してブドウジュースが飲みたいからとか、そういうんじゃないぞ。で、あれ？どうしたんだ？ディロックの旦那、その服に着替えたんだな。それに髪も高いところで結んでるし、なんだか急にフォーマルな感じになったぞ。その服？これを見たことがあるのか？異常の起きた地脈で見たんだ。あれって過去の幻影なんだよな。うん、そうだ。なあ、聞いてもいいか？昔何があったんだ？ディルックの旦那はどうしてあそこで戦いを？いつも通り、よからぬことを企むアビス教団を片付けていただけだ。かつてアビス教団が多方面から攻勢を仕掛けてきたことがあった。あいにく奴らでは僕にかなわなかったが、当時僕たちは高飛びの浜一帯で戦っていてね。その時の状況が異常に活発化した地脈に記録されたんだろう。ここ最近また地脈が乱れている。そのせいで当時の情景が映し出され、君たちはそれを見ることになったんだ。魔物たちを片付けさえすれば、自ら地脈の汚れに触れない限り再び活性化することはない。だが放っておけば必ず騎士団がこの件に介入してくる。彼らのやり方ではきっと地脈を見張るために人を手配するだろう。騎士団が担当してくれるなら別に悪いことじゃないよな。いや、騎士団のメンバーはそのほとんどが遠征に出ている。動かせる人員がもともと少ないんだ。現状この異変がアビス教団の仕業かどうかは断定できない。だがもしことをせいて人を動かせば、どこかの守りが手薄になり、その隙を打たれるかもしれない。それに僕は騎士団の人間と交渉したくないんだ。そんなことに時間を費やすくらいなら自分で解決した方がいい。アビスの魔術師を数名捕らえて情報を聞き出し、教団の動向を確認する。そう難しいことじゃない。それから騎士団の方にはこちらに協力するよう人を介して伝えてある。トラブルを片付けるのが騎士団の仕事だ。実際に問題が起きた時には彼らも現場にいるべきだろう。確かに僕と彼らとでは理念が異なる。騎士団の人間と行動するのは好きじゃないが、このくらいであれば互いに手を組むのもやぶさかではない。なんだかディルックの旦那の影響力が以前よりもさらにパワーアップしてる気がするぞ。脅威を排除するにはあらゆる力を最大限まで生かす必要がある。とにかく君たちの協力に感謝する。アデリンから話は聞いた。今回の礼にこれを受け取ってくれ。ブドウジュース？なんだか見た目が豪華だぞ。これって結構高いんじゃないのか？これは僕が一番気に入っているブドウジュースだ。
果実の中でも最高ランクのものを使用している。ちょうど未開封のものがあったから君たちもぜひ飲んでみてほしい。しかし君たちがブドウジュースを好きだとは知らなかった。次からは特別価格の商品を待たずに直接倉庫に行って受け取るといい。支払いは僕につけておいてくれて構わない。うん、これから人に会うたびにオイラたちは暁ワイナリーの大切なお客さんだぞって自慢できるな。だってこのブドウジュース少なくとも数万もらわするだろう。それをただでもらえるなんて、ディルックの旦那ありがとな。それから今夜時間があったら一緒にディナーでもどうだ。アデリンにもすでに用意を頼んである。ただその前に片付けなければならないことが残っているが。ああ、漠然とただ待つのは僕のやり方じゃない。それにさっきはアビス教団を疑っていると言ったが、調べた結果どうやらそうでもないようだ。これが自然現象ならその後始末をすべきだろう。おいらたちも。そうそう、何しろこんなにいいブドウジュースをもらったし。いやいや、たとえ賞賛が9割あろうとも気を緩めてはいけないからな。お、いい心がけだ。ならば出発しよう。よし、今回は正義の味方も少しは楽できるはずだよな。そんじゃ出発しようぜ。最後の戦いを終わらせてトラブルを全部解決しよう。これで一段落だ。少しすればこの異常な地脈の汚れも消えるだろう。うん、みんなで頑張った結果だからな。やっぱり正義の味方にも仲間が必要なんだと思うぞ。ディルックの旦那ばっかり走り回らせてちゃダメだ。仲間は多ければ多いほどいいんだし。仲間、他の人と共に行動するのは久しぶりだったが、この感じ悪くはない。機会があったらまた共同戦線を張ろう。